パリの夜に輝く神宮寺雄太のパール。三木本新作発表会での衝撃とは平野翔さんから神宮寺雄太さんへのスペシャルメッセージが心に響きました。パリの美しい街並みが夕暮れに染まる頃、ナンバーアンダーラインアイのメンバー、神宮寺雄太は、三木本のハイジュエリー新作発表会に参加していた。彼の首元を飾るパールのネックレスが、 フランスの名所エッフェル塔の前でキラキラと輝いていたその美しさは一瞬のうちに会場の注目を集めまるで神宮寺がジュエリーそのものと一体となったかのようだったこのイベントの直前神宮寺は日本から特別なメッセージを受け取ったそのメッセージの送り主はナンバーアンダーライン愛のもう一人のメンバー平野翔だった彼のメッセージには深い友情と感動が込められていた ユうタ、パリでのイベントが成功することを心から願っているよ。君があの舞台に立つ姿を想像するだけで誇らしい気持ちでいっぱいだ。僕たちはいつも一緒に夢を追いかけてきた。君がその夢を現実にしていることが本当に嬉しい。自分のことを信じて、楽しんでね。このメッセージを受け取った神宮寺は、その瞬間に胸が熱くなるのを感じた。平野の言葉は、 単ななる激励の言葉ではなかった。それは二人が共に過ごした時間苦楽を共にした日々そして夢を追いかけるために支え合ってきた友情の証だった神宮寺は三木本の新作ジュエリーをまといながら初めてのパリの印象を語り始めたパリは本当に美しい街です歴史と文化が交差する場所で自分がその一部になれたことを誇りに思います 三木本のジュエリーはこの街の雰囲気にぴったりで身につけることで自信が湧いてきました彼がジュエリーを身につける姿はまるで映画のワンシーンのようだったその華やかな首飾りは神宮寺の持つ気品と調和し観客の目を奪ったそして彼が語るパリの印象やジュエリーに対する感想は聞く者の心に深く響いたパリでやりたかったことの一つが クロワッサンを食べることでした。実際に食べてみて、その美味しさに感動しました。日本で食べるクロワッサンとはまた違った風味がありました。神宮寺の話す姿には、楽しさと感動が溢れていた。それは、彼が夢を叶えた瞬間を共有している喜びそのものだった。そして、彼の言葉からは、平野への感謝の気持ちも感じられた。イベント終了後、 神宮寺は平野に返信メッセージを送った。翔、メッセージありがとう。本当に感動したよ。君の言葉が僕に大きな勇気を与えてくれた。パリでの経験は一生の思い出になる。君と一緒にまた新しい夢を追いかけられることを楽しみにしている。このやりとりは、二人の友情の深さを改めて感じさせるものだった。彼らの間には、 ただの仕事仲間以上の絆が存在していた。それは、互いを尊重し、支え合い、励まし合う友情だった。そして、その友情は、ファンにも伝わっていた。イベントの後、神宮寺のインタビュー映像が公開されると、多くのファンが彼の言葉に感動し、彼の勇気と努力を称賛するコメントを寄せた。神宮寺さんのパリでの姿、とても素敵でした。 彼の笑顔とジュエリーが本当に輝いていましたとあるファンはコメントした彼の夢を追いかける姿に勇気をもらいましたこれからも応援していますこのように神宮寺と平野の友情は彼ら自身だけでなく多くの人々に影響を与えていたそれは夢を追いかけることの大切さ友情の力強さそして何よりも人と人との絆の素晴らしさを教えてくれるものだった パリでの経験を通じて、神宮寺は一段と成長し、新たな夢へと歩み始めた。そして、彼の隣にはいつも平野がいた。二人はこれからも共に夢を追いかけ続けるだろう。その友情は、永遠に色あせることなく、輝き続けるに違いない。神宮寺がパリでの経験を語る中で、彼の目には未来への希望が映し出されていた。彼が見つめる先には、 まだ見ぬ景色と新たな挑戦が待っている。しかし彼は一人ではなかった彼には平野という信頼できる仲間がいたパリでの経験は本当に特別なものでした新しいことに挑戦することの素晴らしさそして仲間の支えの大切さを改めて実感しましたこれからも自分の夢を追いかけ続けたいと思います彼の言葉には これからの未来への決意と希望が込められていた。そして、その言葉は、平野への感謝と、二人の友情の証でもあった。平野はそのメッセージを受け取ると、再び心温まる返信を送った。ゆうた、君の成功を誇りに思うよ。これからも一緒に夢を追いかけよう。僕たちはいつも一緒だ。このやりとりは、二人の絆をさらに強固なものにした。 彼らの友情は単なる言葉ではなく行動と信頼によって築かれたものだった。そしてその絆はこれからもずっと続いていくだろう。神宮寺と平野の友情はまさに理想的なものだった。お互いを尊重し支え合い共に成長していく。彼らの姿は多くの人々にとっての希望でありインスピレーションであった。二人の友情は これからも輝き続けるだろうそれは、夢を追いかけることの素晴らしさ、そして何よりも、人と人との絆の力強さを教えてくれるものだった。神宮寺勇太と平野翔、その友情の物語は、これからも多くの人々に感動を与え続けるに違いない。パリでの経験を経て、神宮寺はさらに大きな夢に向かって進んでいく。彼の目には、新たな挑戦と希望が映し出されていた。 そして、その背後には、常に平野という強力なサポートがあった。これからも、お互いを支え合いながら、夢を追いかけ続けたいと思います。神宮寺のその言葉は、彼の未来への決意と、平野への感謝の気持ちが込められていた。そして、その友情は、これからも変わることなく、輝き続けるだろう。彼らの物語は、まだ始まったばかりだ。その未来には、 さらなる成功と喜びが待っているに違いない。